はいさーい、こんにちは、夢中人です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今もう石垣島に来ているんですけれども、石垣島といえばまずはピーチパイン、非常に安くて、1個200円300円ぐらいで買えるかな。こちらはマンゴーですね。マンゴーも100円200円ぐらいで、買える感じです。南国のフルーツはとっても美味しいです。さて、今日はグルメということで、離島ターミナルのすぐ近くにありますこちらの名物の八重山そばという、ラーメンみたいなのがあるんですけれども、こちらの八重山そば本舗の方に、本日は行って、夜ご飯としたいと思います。では入ってみましょう。レッツゴー。いつもは外で、待たなければ入れないぐらい並んでることも多いんですけれども、今はコロナの影響か全然人がいない感じでしたので、簡単に入って、食べることができました。八重山そばを食べようかなーとかと思ったんですけれども、トロットロのラフテーを食べたいなと思ったので、今回はラフテー定食にしました。ラフテー定食は880円。とっても、お手軽な値段です。今回たまたま知り合った人と、じゃあ一緒に夜ご飯食べましょうって感じになりまして、向かいの方の、こちらのご飯は、ゴーヤチャンプルーのゴーヤがないということなんで、フチャンプルーということで、お麩の入ったチャンプルーだそうです。内装の作りは非常に、綺麗で、いつも心地よく食べさせていただいてるんですけれども、本当にいつも満席で、タッチパネルで頼んでもなかなか来なかったりっていうこともあるんですけれども、今回は本当に全然お客さんがいなくって、入るときに、今日やってますかって聞いたぐらいです。今の間でしたら、有名なお店も本当に予約とかもなしで入れるかもしれません。そして、こちらに来て、海鮮を食べたいっていうことでしたら、ぜひこちらのひとし、に、行ってください。こちらですと、もうマグロ、もう、これは本当に美味しいです。刺身、握り、そしてこれはカマですね。本当に。で、今回は、白百合という、ちょっと癖のある、泡盛と一緒に食べました。はい、こちらは非常に有名な焼肉山本になります。山本の焼肉と言いますと、本当に、予約しないと食べれない感じです。炭焼きで本当に本当に美味しいです。ちょこっとだけ、離れている場所にあるんですけれども、こちらも、1ヶ月2ヶ月ぐらい前から予約かなということで、最後には、今回は焼肉石田に行きました。焼肉石田は、場所的には、3階にありまして、先ほどの、八重山そばの、斜め前ぐらいの、交差点のところの、まあ、非常に、立地のいいところになります。まあ、それでは、お昼からビールを飲みながら焼肉ランチ。まあ、ちなみに、ここのランチですと、2900円で、このような石垣牛が、食べられるんですけれども、夜のコースになりますと、最低でも7800円の国産牛の、ディナー、まあ9800円からがやっと、石垣牛の、ディナーっていう風な形になりますので、いつも石田屋に行くときには、ランチコースっていう風な感じでしています。ランチコースには、こちらの焼肉、それと、鉄板焼きの2つのコースがあります。いやー、皆さんにこの、匂い、届けてあげたいような感じです。もう焼肉とビールったらもうおっさんにとってはたまんないですね。という風な感じで、満腹満腹っていう風なことになりまして、お会計も済ませまして、これから、お店の方を出まして、いよいよ、離島ターミナルの方に行きまして、西表島の方に行きたいと思います。本当に食べてばっかりいるから全然西表島に行けないじゃんって感じですけれども、はい、これが焼肉の石田屋になります。はい、グルメの一つとしては、もちろん、沖縄、そして、石垣のお酒といえば泡盛です。こちらが非常に有名な制服酒造になります。こちらで試飲で飲むのもいいですし、ここに出てるような、泡盛の中でも、最高峰の泡波がもし売ってたら、あるいはこの玉のつゆのヴィンテージが売ってましたら、ぜひぜひ飲んでみていただきたいなっていうふうに、思います。こちらが、今日本で、いろんなところで売られている
旅酒というシリーズで、実は自分はこの旅酒のシリーズを集めようと思っています。で、今回は、まずは、石垣でこの旅酒を、買いました。なんと1本、2000円3000円する泡並みが、3本セット、あるいは、2号瓶セットで、こんな値段で売られてます。はい、石垣沖縄といえばブルーシールアイスです。グルメといえば、こちら暑い国ですので、アイスクリームも非常に美味しいです。そして、さっきの制服酒造の中のこのブラック、制服の黒、これは本当にめったに売ってないんで、これを見つけたらぜひぜひ買って飲んでいただきたいと思います。泡盛ってこんなに、美味しいもんなんだっていう風なのがわかるかと思います。それでは今回のグルメ編は終わりになります。それでは、はいさーい。